はい、こんにちは。今日は、実況おしゃべりサラマンダ2ということで、サラマンダ2ね、最近ちょっとリハビリということでプレイしてましたけど、まあクリアもようやく安定してきたので、ぼちぼち、実況解説動画ですね撮ってみようということで今ちょっと収録しております。1996年、サラマンダが1986年でしたので10年後に出た続編ということですね。格ゲーブームの人気もあってちょっとね、不人気だった、人気がいまいち出なかったゲームですね。さあ、このゲームも 1P、2P あるんですが、1P はビッグバイパー、2P がスーパーコブラで、機体の差はですね、2P、スーパーコブラの方が、ランクが上がりづらいということで、そちらをチョイスします。序盤はね、1面の序盤大事なのが10万点ボーナスがありますね。ゴーレムを破壊するということなんですが、まずオプションを2つ取るということ、それとなんだ、レーザー、ツインレーザーのタグ、リップルレーザーもですね、取らないということで、進行します。で、まれにね、運で、オプションが2つつかないこともありますが、1つでも1を倒せるらしいです。で、縦の軸をハイスコアの HI のところに合わせて、こんな感じで連射で、ゴーレムの一番下のね、鍵状の爪のところに当たらない感じでオプションを配置します。あとは連射するだけですね。プレイステーション2版プレイステーション版か、のデラックスパックプラスでやっております。連射もこのソフトの連射ですね、ソフトに付属した連射を使っています。特段なんか高い速い、ね、連射を使っているわけでもありませんので、まあ、デフォルトの設定で一応可能ということですね。あとはもう一面なん特にね、何もなく淡々とという感じです。基本的な進行のスタイルとしては、最終面までは2速、最終面で3速という感じです。さあ1ボス前にさっきのゴーレムの亡霊みたいなのが出てきますね。ミニゴーレムっていうんですか、打つとね打ち込み点入るんでしっかり打ってください。で、これがボスです。バイター君。これね、別に稼いだりしてもいいんだとは思うんですが、どうも生きてる時間が長ければ長るほどね、タイマーランクといいますかランクが上がっていくということなので、私は速攻で倒します。はい、2面、プロミネンス要塞ですね。この面はね、どうだろう、特に気をつけること、レーザーはね別に何でもいいと思います。ツインでもリップルでもいわゆるレーザーでもいいし、気をつけるのは途中のザブ地帯ぐらいだなと。ボスでねうっかりやられることがちょこちょこあるんで、その辺を注意したいところかな。で、フォースフィールド今出てますけど、フォースフィールドね、非常にレアで出ると嬉しくなって、つい取りたくはなるんですが、取るとね、一気にこう、ランクが上がってくるので、極端な難所の直前に運よく出たとか言うんじゃなければね、取らない方がいいと思いますね。で、難所もね、基本的にはそこでフォースフィールドが毎回出るわけではないので、まあ、フォースフィールドたまたまって抜けたところで、やっぱりパターン化とはちょっと程遠いものがありますね。これザブですね。このザブ、まず横からで画面全体という感じなんで、これも出てくる配置を覚えて自分なりの避け方を作るという感じですね。散々やった今でもやっぱり緊張します。さあ、これでステージは終わりかな。で、ボスですね。ハイドラ。で、こいつはね、ちょっと最初硬いんで、しかもね、まとまってるとね、結構厄介なレーザーを打ってくるので、オプションシュートで、あらかたね、ダメージ与えちゃいます。左右どっちかに触れることが多いので、よく見ながらオプションシュートですね。で、当たらないように、ちょっとずつ打つと。こんな感じ。で、時々真ん中に、こうやって首集まるんでね、その時に、こうやってね、早く倒すために、こう、配置を考えると。どういう風にしようかなみたいな感じで考えてるといいと思います。はい、OK、2ボスクリアですね。次、3面。ステージ名、バイオハザード。なるほどね。それっぽい、確かに。で、この面はね、前半はこのワームが出てくるんですけど、ワームがね、結構画面の端からニュッと出てくるので、基本的には用がないときは画面の真ん中の方にいると。
で、なんかこう端っこにね、打ちに行かないといけないのが出てきた時、チュルッと行ってすぐ戻るという感じですね。出てくるタイミング位置は、固定です。ですね、覚えてしまうのもいいですが、覚えるほど難しくもないので、まあ、2手対処でいいのかなと。基本真ん中に陣取るという感じで、いればいいと思います。ここからワーム終わりですね。ここはね、特にやることないんですけど、まあ、適当に。ミサイルはね、基本的に上下にしてれば、こんなところは特に問題はないですね。下だけのミサイルであれば、ちょっとオプションを埋め込んだりしないといけないです。ここも一番前で抜けれますんで、できたらオプションをこう後ろに配置しながら、このね、後ろから来るジャンパーみたいなのがいるので、それに対応する感じでオプションを後ろに垂らしてという感じですね。で、終盤ですね。こう変な触手がありますけど、これね、打てないことが多いので、オプションシュートを惜しみなく使っちゃってください。いくら使ってもね、これもいっぱいパワーアップ出るんで、オプションがなくなるってことはまあまあまずないと思うんで、ただまあ打てる分は打つと。で、触手がガードして打てないのがありますんでね、それだけオプションシュートでというのが理想です。はい、3ボスアバノ序盤はね、これレーザーなんか打ってきますけど、要はくっついて背面倒せば終わっちゃうという感じです。もうこれ壊すとこないですね。で、中身が飛び出してくるので、今のような形で配置と。で、ここからね、右時計、逆回りか、反時計回りに回ってください。で、こいつに打ち込めるところは、後ろにレバーを入れてオプションをずっと集める感じ。で、一気に打ち込むという感じですね。はい、3ボスクリア。はい、次4面、巨大戦艦ですね。序盤に10万点ボーナスがあるので、しっかり取っていきたいところですね。やり方としては、最初に見つける戦艦を、壊せるパーツがね、各々2箇所あるんですが、それを壊さずに本体を壊すと。で、その2機を倒すと、逆に、今度は隔離戦艦が出てくるので、それに関しては壊せるところを2箇所先に壊してから、本体を壊すと。これで10万点が獲得できるという手順のようです。はい、今2つ目まで。これね、この色がちょっとついてるのが隔離戦艦。まず上の戦橋の部分、ここですね。これを壊す。で、後ろのエンジン。で、本体。うん、今、その順番で壊したのがわかると思います。一応一面のね、ボーナスと足すと20万点あるので、これはしっかり取っていきたいですね。エクステンドがね、下手すると最後1機足りないかもしれないので、しっかり取っていきたいです。この辺はもうね、特に問題はないですね。難しいところは特にないので、下のちょっとレーザー注意ぐらいのもんですかね、うん。壊しても壊さなくてもいいです。これは壊してたね。壊してないね。うん、絶対壊さなくても問題ないですね。通り過ぎてしまえば、喉元過ぎれば痛くも痒くもないと。で、次のポイントとしては、この面のボスのね、テトランですかね。テトラン今からね、コンテナに入って出てきますけど、ですね、今後ろにマンボウがいるの見えますかね。背景の画面中央背景にマンボウがプカプカ浮いていると思うんですが、これを目印にしてですね、オプションを配置して、即殺しをすると。というのがこのテトランの一般的な殺し方になっています。まあ、合わせるね、位置関係なんかはもう動画見ていただいて、あとは自分なりに覚えていくという感じかな。上のね、ヒレのところに合わせて少しもう少し上にもオプションがあると早く倒せるという感じですね。こんな感じでいいと思います。で、これ逃すとね、結構厄介なんで、ウェイダンをね、撃ってくる雑魚キャラがね、出てきながら足を受けるという感じですね。はい、次、ごめん。ごめんはね、最初で潰します。タイマーランクでね、かなりランクも上がってきてるので、これ一気に潰してしまいます。はい、潰し完了。でね、潰す場所は、基本的に一定にした方が安定しやすいと思われます。で、この面のね、一番のポイント。縦にスクロールするんですが、縦にスクロールさせないこと。できるだけさせないというんですね。で、もう一つ。行くルートを決める。通るルートを決めておくことですね。ね、ルートはですね、これ、要塞内部とアステロイドといいますか、この表記の部分に分かれますけど、要塞の方には入らない。非常に危険です、要塞ね。基本的に入らない。で、ミサイルは上下にしておいた方が無難でしょう。ちょっともね、レーザーじゃなく、リックルの方がいいんじゃないかな。なぜかというと、上にちょっと広がるので、上に打つことができるので、その分、岩のね、上の壁にくっついた砲台なんかを打ちやすくなる。
もちろんミサイルも上下のミサイルにしているので、その方が安全性が高まるという感じですね。大体この面のポイントはそのぐらい、あんまり動かさない、ルートを決めておく、あとは装備の確認ですね。ミサイルは絶対上下がいいと思います。下だけはね、流れて便利ではあるんですけど、ちょっと打てないからね、まあ、こんなところもルート決めておけば問題はないです。で、もうここら辺からボスのためにね、武器の用意などをしておいた方がいいと思います。まあ何でもいいんだけどね。はい、このなんか目の前にゲート、こいつは、うん、こんな感じでオプションをめり込まして、壊すと早く倒せます。しかも安全に倒せますね。リーダーもね、見ればちゃんと避けれるスピードも遅いですので、特に問題はないでしょう。1個ずつ壊していくだけですね。こいつなんていうんだ、ボスの名前知らないですね。なんだろう、ちょっとわからない。で、最終面でスピードを3速にしますけど、まあ面倒ならもうここでね、出たんならここでしておいてもいいかも。で、このゲーム基本的にツインが強いと言われてるんですが、最終面に限ってはね、リップルの方が私いいと思うんで、もうこの辺でリップルが出たら取っておくというのも手かなと。この面ツインよりリップルの方がいいと思うんですけどね、個人的に。はい、最終面。最終面縦スクロールですね。序盤このザコがね、結構弾吐いてきますけど、ランク調整してるかしてないかで結構変わりますので、ノーミスでここまで来てると結構めんどくさい。でね、これ今重なったパワーアップ取って間違えてリップル消しちゃってますけど、本当はリップルの方がいいと思います。特にこの後ね、ツインだと、ツインね、判定が小さいんですよね。なのでちょっとね、誘導弾をこの後画面いっぱい出てくるんですけど、それがね、こう、すり抜けてくるので、個人的にリップルの方が安心できるかなという感じです。見た感じね、わかると思いますけど、結構誘導弾抜けてくるので、ほんと怖いですね。で、ここで1回目の中ボスかな。はい、3機出てきます。これはもう知ってれば特に問題はない。で、真ん中のが死んでしまえばね、あとはもう壊せる誘導弾なんで、特に問題ないです。この砲台、砲台もね、いっぱい弾入ってきますけど、壊せる弾なので特に問題はないと。左右に広げて、撃ってればいいですが、ツインはちょっと判定が小さいので、できるだけ動いて目の前に来て、オプション集中させて撃つというのが必要になりますかね。この後クリスタルがいっぱい降ってきます。いろんな焼け方がありますけど、個人的にはこのやり方がいいかな。グラディウス2面のね、ザブダッシュのような感じでフォーメーションを張って、打ち進んでいくと。で、ザコが来るんでちょんちょんちょんという感じで避けていけば、まあ大丈夫じゃないのという感じですね。今のキーワードかったけど、この後ケルベロス、これ非常に強い敵ですので頑張ってください。個人的にはまず左のを壊すという感じでやります。で、3速あればこのようにレーザーまとめて避けれるんで、それがここで3速にする一つの理由ですね。理由の一つですね。で、この後ね、動きが変わった瞬間、レーザーばらまいてきます。はい、こんな感じで避けて。で、片方壊れたら、今図のようにやってると、アンチになります。ただアンチとは言っても、このレーザーを吐いてる間に撃ってくる弾は当たります。この状態ですね。左右に動きながらレーザーのみ吐く場合、短い緑のレーザーを吐くときはアンチになりますが、この長いオレンジのレーザーを吐くときはダメです。ですね、交互に相手の攻撃パターンに合わせながらアンチに入ったり出たりという感じですね。はい、この後脱出。脱出はもうスピードさえあればどっちでもいいんじゃないかな。好きに避けてください。難しいけどね、結構ね。真ん中にね、島があるんですよ、ね、浮島が。これこれ。これのおかげでちょっと難しくなるんですけど。最後はもう上ですね。上にサッと入っていくと。で、ラスボス、ドゥームですね。で、装備あるんなら、最初に出てくるパワーアップは取る必要がないので、こんな感じで、まあ、オプションを埋めて、とにかく打ち込むという感じですかね。これ一番上のオプション抜けてますね。うん、もったいない。で、バラマキ弾がね、ピンクな上に、自分の磁気の弾もピンク、磁気もピンク、オプションもピンクと。非常に見にくいので、まあ、目を見開いて、しっかり見て避けていく。結構ね、このラスボスは強いんですよね。強いというか硬いし、ウェイダンが結構きつい
というのと、あとあの今イモムシみたいに出てきてると思うんですけど、こいつがね何気に邪魔でですね、死んじゃいました。ランクはだいぶ上がってますね。イモムシが結構黄色い玉入ってきました。でこの例の丸いおかしなマークのやつはですね、撃つと打ち返し弾を打ってくるので撃たずに避けると。ただあのイモムシと絡んでね、面倒な時はもう打ち返し弾もまとめて避けるという意味で撃つというのもありです。全然何があっても撃っちゃいけないというわけではない。比較的避けれる弾しか出せないので撃たない方が無難ですけど、撃たなくてもなんとかなる。こんな感じでイモムシ絡むととにかく厄介なんですね。なんでイモムシを結構先に倒すっていうのを、心がけた方がいいと思う。打ち込むことよりイモムシを倒す方が大事かな。おい、なんとかクリア。こんな感じですね。ラスボスがね強いのと、その手前のね中ボスケルベロスっていうのかな、あの3体に分かれたあいつがとにかく強いと。あそこでいかに残機を削られないかがクリアの決め手じゃなかろうかと思われます。で最終面まではねちょっと練習をすればすぐに行けるようになるので、最終面はね難易度が高いのはあの確かだと思いますけど、それ以外はそうでもないので、まあ今までの初代サラマンダのような感覚で難易度的にね遊べるんじゃないかと思います。これが収録されているのはプレイステーション版と PSP 版かだけかな。サターンなんかも出てるのかな、ちょっとわかりません。どういうラインナップがあるのか。サイマーサターンもあったよね多分ね、多分あったと思う。まあそんな感じで、遊んでもらえるといいと思います。ペガサターン出てますね。で、いつも通り2周目はもうおまけです。一応これ2周エンドになるのかな。ただ難易度が跳ね上がるので、まあ私の動画はね、エンジョイ勢の方が1周できるようになるための手助けの動画という雰囲気でね、コンセプトでやってますので、まあ2周目はおまけということで、いつも通り、娯楽として見てもらえればと思います。2周目はね、もう10万点ボーナスなんか取ってる場合じゃないので、生き残ることをね、優先してほしいという感じですかね。そうそう、くしくもね、この収録した時はですね、今までやった中でハイスコアと。ああ、じゃあ一番まともなプレイやったんだっていう感じですけど、まあ2周目にかかってますね、正直言って。2周目いかに死なないかでだいぶスコア変わってくるんで。1周目の出来はでもいいですけどね、1機は自前で潰して、でもう一機はあのラスボスでミスったという感じですので、出来はいいです、プレイとしても。私的には結構いいプレイできたなとは思ってます。2周目、見てみるとおり、もうパワーアップは何でも取ってっていいんじゃないかな。10万点ボーナス、ゴーレム破壊しないんだですね。パワーアップはどんどんしてもらっていいと思います。で、これ、何点だったっけ、パワーアップ取ると300点、一律でアイテム取ると入るのかな。なんで、取らないよりは取った方がいいと思います。なんか2つ3つ出たときは一番欲しいやつを最後にと。リップルを最後に取って、残して、ツイン、レーザーと取って、最後リップル取るとかですね。こんな感じで立ち回れば、まあ、点数も少々は稼げると。初代はね、2000点も入ったからね、アイテムのその価値がすごい大きかったんですけど、300点だから、まあ取らないなら取らないでもいいっちゃいいですね。さあ、ウェイダーも非常に多くなってます。もともと2ウェイの弾を打ってくるんだけどね、こいつはね。で、ゴーレム逃したんで、一面のボス前、バイターの直前で、ゴーレムが出てくることになります。あの、ゴーレムのレーザーがね、避けづらい。いつも死んじゃう。はい、嘘くさい余計。嘘くさいですね。怪しい。見えてんのかお前っていうレベルのね、嘘くささでした。はい、ゴーレム出てきます。押し込み点は入るんで、打つと美味しいですけど。まあ、10万点ボーナスも美味しいですね、この人は。一番下がいつも避けにくいんですよね。死んでますね。はい、終わりました。こっちの方がね、バイターの、なんかあれありますよね。一瞬目の時なんかちっちゃいなんかラッキョウみたいなの食べてる感じなんで、そんなに噛まなくてもっていうような。また死んでるし、これちょっと残機もったいないですね。アホな死に方が多い。
スピードがなくなってるのに気づいてないみたいな感じですね。やっぱり追いつかれるよね。1周目と比べてちょっと硬くなってるかな、うん、でこれね結構打たないとねやばいんで打っていいと思いますよ。全部打てとは言いませんけど目の前に来た分ぐらいは打って、で時期狙いで弾出してくるんで動かずに打ってですねまとめて避けちゃえばいいかなっていう感じですね。打たない方が危険な気がする。さあ2の2難しいですね、うん、なかなかの難しさ。まあこの弾の数ですからね、まあ、クリアする人は本当ねもちろんいますけど大変ですね。パターン化もね結構難しいゲームな気がするんですよね。パターン化するのがまあ、あの敵の出てくる配置とか順序は変わらないのでもちろんそれはね、覚えて損はないですので、敵のパターンとか、展開配置覚えれば覚えるほど上手くはなりますね。まあ、ザブこもやった打ち返しがね来るんでまとめてできるだけやりたい。さあ次の舞台、このねルート配置もね非常に危ない、難しい。ルート配置じゃない、ルート選択か。さあボスまでは一応来ましたね。で1周目と同じくオプションシュートを試していきます。どうですかね、これがきつい、これがきつい、このクロスするときはきついんですよね。まあ、そういうわけで、2周目はねおまけですんで、まあ、いいんですが、まあ、とりあえず1周は解説できたと思います。言いたいことも大体言えると思いますが、まあ、難しい、分かりにくいところがあればね、コメント欄なんかで書いてもらえれば分かる範囲でお答えします。分かんないって、あの10万点ボーナスぐらいかな、2回目の隠し戦艦の方のね、あれがちょっと分かりにくい、手順がねいまいちピンとこないみたいな感じだと思うんで、まあ、その辺はもう動画のねその部分を繰り返しながら見てもらえると、うん、分かるんじゃないかなとは思いますけどね。うん、一応ねこれあのライフフォース2っていうのが収録されてるんですよね。で2周をクリアすると解除されるそうです。やったことないですね、2周クリアできない。コンティニューしてもいいかもしれないんで、持ってる方はねトライしてみるのもいいかもしれないですね。よしいいかな、よしこれで終わりましょうかね、というわけで、実況おしゃべりサラマンダー2でした。ご視聴どうもありがとうございます。チャンネル登録とね、高評価していただけると、やる気が出ます。では、終わります。ありがとうございました。